ばんは、馬車高代です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今は10月の20日から11月6日の間の土用の期間に私たちはいます。でその土用の期間というのはね、周りのね環境の入れ替わり、季節の入れ替わりの時期であり、それに対応するために私たちの体もね日々そのバランスを取ろうとしています。そういう時期にはね、体調を崩しやすかったり、何かちょっと病気、トラブルに巻き込まれたりすることもありますので、この土用期間を、しっかりとね、健康で乗り切るためのアドバイスをさせていただきたいと思います。今日は九紫火星さんについてお話をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では、九紫火星さんはこの土用期間中にどこに注意をしていただきたいかというと、目になります。皆さんね、普段目に何かトラブルは抱えていらっしゃるでしょうか。もう目がね、仕事でパソコンとかスマホとか見てこう目がね疲れるとか充血しているとかっていうのは、現代の方にとても多いと思うんですけれども、九紫火星さんにとってこの土用期間中ね、ちょっと目をケアすることによって、健康のバロメーターとしていただきたいんですね。でじゃあ具体的に目をどういうふうにしたらいいかっていうことですよね。でもちろん目薬をさすとか、そうやってこう疲れ目に対する、ケアをするっていうこともあると思うんですけれども、まずね目を休めてあげるっていうことがとても重要になります。で私たちね、知らず知らずに、ブルーライトにさらされてね、スマホだったりパソコンを、画面から出るブルーライトで、傷つけてしまってるというかね、疲れさせてしまっています。で長い間、そういうブルーライトを目で見ていると脳も興奮した状態になるので、実は、興奮した脳はなかなか寝るのもね、夜寝ていても脳はまだ、興奮した状態になっているということもありえます。ですのでブルーライトはね、できるだけカットできるといいなということと、あと寝る前遅くまで画面を見ないということを注意していただきたいと思います。なのでご飯食べた後はできればね、テレビ、パソコン、でスマホなんかは、見ないようにしていただいて、夜はちょっとね、ゆっくりと、間接照明とかで本を読むとかね、そういったゆっくりした時間を過ごしていただく期間にしていただきたいなというふうに思います。普段からね、なかなかそれを習慣化するのは難しいかもしれないですけれど、実はね、外国の人とかっていうのはほとんど間接照明ですよね。そんな風にしてこんなに明るくしていないんですよね。結構目が疲れていますので、目のためのケアもしていきたいと思います。でじゃあ例えば、できることといえば、普段こう見てる視点、なんていうのかな、焦点を合わせてる距離っていうのを、近くのものを見ていたらたまに遠くのものを見る、窓の外を見てみるとか、あと、お部屋のね一番向こう側まで見るとか、そしてまた近くにするとかって、こう目の焦点距離を、外してね、遠く見たり近く見たり、こうねフォーカスを変えていくことによって、このね筋肉がね鍛えられますので、それもストレッチになりますから、ぜひやっていただきたい。であとはですね、こう手でねこう目をそーっとギュッて押すんじゃなくて、そーっとね目を覆っていただくだけでも手の温かみでね、この目が、温められます。で目を温めることによってね、目がリラックスすることもできますので、例えば昼休みとかちょっとねこうやって温めてあげるっていうのもいいです。で最近はねやっぱり便利なものがいろいろできていて、ホットアイマスクみたいなものとかも出てるんですよね。電子レンジでチーンってしたらもうすごいほんわかあったかい、そういうねアイマスクなんかも売ってますから、そういったものを使うっていうのもいいし、あとはタオル、熱いお湯とかで、タオルを濡らしてそれを目の上に置くとか、これはね外でやりにくいから寝る前とかにやっていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。であとですね、目はあまりねとてもデリケートなのであまり力を加えたりとかしたくないんですけれども、こういうふうにね先ほど目の上に手を置くと言ったと思うんですけれども、そうとねこの目のこの周りの皮膚をねちょっと引っ張ってあげるというか、ちょっと動かしてあげることによって、この眼輪筋をちょっとね刺激してあげることができるので、
目に触るんじゃなくて、この目の周りの皮膚をちょっとね動かしてあげるっていうことによって、ちょっと眼輪筋に刺激を与えていくことができますので、そういうこともやってみていただければなというふうに思います。ラッキーフードなんですけれども、この時期ねちょっとスパイスを一つ何かこうスパイスを加えてあげる。今スパイスカレーとか流行ったりとかしてると思うんですけれども、他のね食べ物なんかにもちょっと何か、一工夫スパイスを加えてみる。和風のものだったら柚子胡椒なんかもあるし、一味とか七味とかね、山椒とかでの何かちょっとスパイスを加えてあげるっていうのはとてもいいことになります。そしてあとは何かねスモークしたものとか炭火焼きにしたような、こうちょっと炭で焼いたようなもの、そういったものがラッキーフードになります。あと飲み物でいうと、紅茶とかよりも、ウーロン茶が実はラッキー、ドリンクになりますね。あとは、シャンパンなんかもいいというふうに言われています。あまり飲みすぎにはご注意なさってください。で、九紫火星さんはですね、頭のトラブルにも、見舞われやすいということになりますので、脳をねしっかりと休めてあげることも必要ですから、先ほど言った遅い時間までブルーライトにさらされて、脳がいつもね興奮した状態で、せっかく寝ているのに脳は寝ていないという状態が続くと、偏頭痛などを起こしてきたりする可能性もありますから、脳はねしっかりと休めてあげるように、寝る前遅くまでブルーライトにさらされないようにというのも、この土曜期間を使ってね習慣化していただけるといいかなというふうに思います。はい、ではね、今日は九紫火星さんについてお話をさせていただきました。一泊水星さんから九紫火星さんまでですね、シリーズで、この土曜期間を健康に乗り切るためのシリーズをやってきました。またね新しいシリーズ始めていきたいと思いますので、ぜひ今後もご覧いただければと思います。ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではさようなら。